Welcome to World Explorer Channel 日本の地滑り、熱海市で20人が行方不明大雨により、熱海市で大規模な地滑りが発生し、中部日本では20人が行方不明になっています。 ソーシャルメディアのビデオは山の頂上から街を通り階に向かって急降下する黒い泥の急流を示しました。いくつかの家が破壊、または埋葬されました。地元の知事によると沿岸警備隊によって二つの遺体が発見された。ある住人は地滑りがその道の全てを飲み込んだので彼は恐ろしい音を聞いて逃げたと言いました。静岡県で人気の温泉地、熱海は 7月上旬の3日間の降雨量が通常の1ヶ月よりも多い。隣の神奈川県でも天気は似ています。日本は非常に山が多く人口密度の高い国であり、地滑りは珍しいことではない、と東京の BBC のルパート・ウングフィールド・ヘイズは言います。しかし、気候変動がこの種の異常気象をより頻繁に、より破壊的にしているという証拠が増えている。 私たちの特派員は付け加えています。地元住民によると土曜日の現地時間10時30分、栗日標準時1時30分に土砂崩れが発生した。目撃者は全国放送の NHK に救助隊員が人々に避難を促している時にひどい音がして土砂崩れが下に流れるのを見た。それで私は高台に走ったと語った。別の居住者である 大千恵子氏は AFP 通信社に次のように語った。菅義偉首相は太平洋岸の大雨による災害とより広範な緊急事態に対応するためのタスクフォースを結成しました。警察、消防士、日本軍のメンバーが捜索活動に関与しています。熱海市長の蔡藤恵氏は地元メディアに最大300戸の家屋が地滑りの影響を受けたと語った。 一方、静岡県、神奈川県、千葉県の3県では、低地での洪水の警告を受けて、数十万人の住民が避難を命じられています。昨年7月、洪水で数十人が死亡した。西日本の一部が浸水した2018年に200人以上が亡くなりました。Thanks for watching World Explorer. Please hit on like to this video and subscribe to our channel for further useful and similar videos quickly into your YouTube notifications. Thank you.